お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日の2本目投稿できずに申し訳ありません。自分でもね、収録しながらこれは無理やろなと、投稿しても YouTube は許してくれないだろうと、まあそう思いながらね、収録してたんですよ。それでやっぱり無理ですと、編集してくれてる方からね連絡が来て、やっぱりなと、やっぱり無理かと、まあそう思ったんですけど、今日もう一回ねオブラートに包んでリベンジします。はい、今日の2本目、山ちゃんの兄貴分、その人間の話をしたいと思います。それでね、話変わるんですけど、昔からね付き合いのある人間、その人は役立ったことないんですけどね、課題の人なんですけど、昔から結構付き合いやってね、まあいろんなこと協力してくれてた人間がいてるんですけどね、その人間にね孫ができたんですよ。2日ぐらい前に聞いてね、知ってたんですけどね、お祝いに行けてなかったんですよ。それで今日まっちゃんとね一緒に行こうかと、それで連絡入れたんですよ。今日昼前にまっちゃんと一緒に行こうと、その孫を生まれた人にね、そしたら昼からにしてくれと、まあこう言ってきたわけなんですよ。それでお祝い行く人間に時間指定するんかと、まあ自分がねちょっとイラッとして言ったんですよ。昼前に行く言うとねから昼前でいいやんかと、そしたら丸々が来るんやと、昼前に、もうそれは昨日から決まってたんやと。その〇〇っていうのね、まっちゃんとハメなんですよ。昔にいろいろあるんですよ。それでその人間が来るから昼からにずらしてくれと、もしくは午前中もう少し早く来てもらわれへんかなと、まあそういうことを言ってきたわけなんですよ。じゃあ一回まっちゃんに聞くよと、まっちゃんがどうするか一回聞くよと、まあそう言ったんですよ。それでまっちゃんに電話かけたわけなんですよ、自分がね。そしたらまっちゃんは、わかったわかったと、じゃあ予定通り昼前に行こうかと、その人間が来る時間帯に合わせて行こうやないかいと、まあまっちゃんはそういうふうに言ったわけなんですよ。それで自分がね、まっちゃんにお祝いの席やから、まっちゃんごちゃ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 するなよと、そしたらまっちゃんは大丈夫やと、何の心配もないと、俺も肩気になってるし大人やから大丈夫やボンちゃんと、そういう答えがねまっちゃんから返ってきたわけなんですよ。それでじゃあその時間に合わせて行こうかと、まあそうなったんですよ。そのね、まっちゃんとハメの人間、この人間ね、まあ昔ね、まっちゃんがまだ現役で役立してる頃、まっちゃんはね人を介してその人間と結構付き合いがあったんですよ。当時まだゴルフ一緒に行ったりとかね、しのぎも何回か絡んでしたことある人間なんですよ。それでその人間が1年ぐらいのね注意切ったんですよ、教養かなんかでパクられて。自分はそんなに付き合いはなかったんですけど、まあ顔は見て知ってるとかその程度だったんですよ。それでその1年の懲役行ってる間にね、あるゲーム屋のね従業員がまっちゃんとね、その人間の彼女、それとできてると、懲役行ってる間にね、その人間が懲役行ってる間にまっちゃんがその人間の彼女を言ったと、まあそういう話が出たんですよ。それであるとこでまっちゃんがね飲んでたわけなんですよ、スナックで。自分も含めて4人ぐらいで一緒に飲んでたんですよ。そしたらその人間が道具持ってね来たわけなんですよ。まっちゃんに聞いて、まっちゃんができてると認めたら弾こうと、殺してしまおうと腹くくってね、そのスナックに来たわけなんですよ。それでね、入ってきた時からちょっと様子がおかしかったんですよ。汗だら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 かいてね、それでまっちゃんにちょっと二人で話したんやと、カウンター来てもらっていいかと、まあこう言ってきたんですよ。それでおかしいなと、様子がおかしいなと自分も思ったし、自分らと一緒に行ってた人間、その人間もポンちゃんちょっとあれおかしいよと、様子がおかしいよと、大丈夫かなと、まあそういうふうに言ってきたんですよ。それで自分がまっちゃんに耳元で大丈夫かと、何か死に来たん違うかと、こう耳打ちしたわけなんですよ。そしたらまっちゃんは、いや大丈夫やろと、
何の心配もないよって言ってね、そのままカウンターに行ったわけなんですよ、二人で。それでね、ちょっと心配だから気見たら出たんですよ。そしたらね、まっちゃん正直に言うてくれよと。で、まっちゃんは何がやねんと、何をやねんと、俺の女まるまると、まっちゃんとそういう関係じゃないかと聞いたんやと。実際のとこまっちゃんどうやねんと、俺の女とまっちゃんとできてるんかと、まあそういうことを聞いたわけなんですよ。そしたらまっちゃんは、俺にも選ぶ権利があるんやと、俺は誰かなしにあなさえあったらほい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 行く男違うぞと、俺も女を選ぶがなと、間違ってもお前の女なんか選ぶことないと、無人島でお前の女と二人きりでおっても俺は自分でセンドリコクワと行くことないって言ってね、まっちゃんがそういう風に答えたわけなんですよ。そしたらね、その道具持って来た人間、その人間が、まっちゃん信じてええかと、それほんまに信じてええかとしつこく言ってきたわけなんですよ。それでまっちゃんが、お前もしつこいのと、お前の女なんかぶっさいような顔してんのに俺が行くことないやろと、金もらっても行くかって言ってね、まっちゃんがそういう風に言ったんですよ。そしたら何って言ってね、道具を出そうとしたんですよ。それでまっちゃんがやばいと思ったんでしょうね、手をバッて押さえたんですよ。それで自分らも気づくじゃないですか、そうなったから。で、自分らもバッて行ったんですよ。で、何しとんねんこらって、まあガタガタってなったんですよ。結局道具は出してないんですよ。出そうとはしたけど手でパッてまっちゃんが押さえたからね、それで自分らもガッて押さえたんですよ。で、どうすんねんこうすんねんって言ってたらね、その人間の兄弟分が来たんですよ。その話を聞いて、道具持ってまっちゃんが飲んでるスナックに行ったっていうことを知り合いから聞いたわけなんですよ。それで慌てて一人射程連れてね、入ってきたわけなんですよ。そしたら中でごちゃ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 なってるから、ちょっと待ってくれと、ちょっと待ってくれって言ってね、来たんですよ。自分はその人間とその時は付き合いなかったんですよ。初対面だったんですよ。まっちゃんも初対面だったんかな、一回ぐらい会ってたかもわからないですけど、付き合いはまあなかったんですよ、その来た人間ね、兄弟部の人間とは。それでちょっと待ってくれと止めに入ったわけなんですよ。でもこっちは殺されそうになってるわけなんですよ。それで待てるかいと、このまま体もらっていくと、まあそんな感じでね、自分らが言ったわけなんですよ、その兄弟分の人間にね。そしたらその兄弟分はね、わかりましたと、ちゃんと顔立つようにカッコつくようにしますから、今日のところは一旦待ってくれませんかと、まあこういうふうに言ってきたわけなんですよ。そしたらまっちゃんはそんなもん道具まで持たれて、人を豆泥棒みたいなことを言ってどうカッコつけてくれるんやと、どうしてくれるんやと、指みたいな持ってこられてもいやいやでと、そんなことせんといてやと、俺が納得するカッコつけてくれやんとあかんよと、まあそこまでね言って、それでわかりましたと、ちゃんとカッコつけますからと、まあそういうことを言うから、体をさらわずにね、そのままじゃあ渡しますってことで、その兄弟分の人にその道具代で来た人間を渡したわけなんですよ。引き渡したんですよ。それで3日後ね、まっちゃんと、まあ何人かがね、話しに行ったわけなんですよ。そしたら、現金300万、置かれたんですよ。そこでまっちゃん、蹴ったらかっこよかったのにね、何の300万やと。こんなでかっこつくかいって言ってね、その300万、蹴ったらよかったんですけど、まっちゃんもお金、忙しい人間だからね、そのまま300万、受け取ったわけなんですよ。それで、言い出しっぺは誰やねんと。まっちゃんが、その、道具代で来た人間の女とできてるって言ってんのは誰やねんと、発信元はどこやねんと、まあそういうことをまっちゃんが聞いたんですよ。そしたらあるゲーム屋のね、従業員なんですよ。その人間まっちゃん仲良かったんですよ。一緒に飯食いに行ったり飲みに行ったりね、プライベートの付き合いもするほど仲が良かったんですよ。自分もよく知ってる人間だったんですけどね。それでまっちゃんがそこのゲーム屋に行ったわけなんですよ。乗り込んだんですよ。それで話聞いたら、300万はその人間から出てたんですよ。その人間が詰められて、お前嘘やないかいと、嘘の話を俺に言ったんかいと、詰められて300万取られてるわけなんですよ。だからその道具抱いてきた人間は1円もお金出してないんですよ。それでまっちゃんがね、ゲーム屋の人間に
なんでお前そんなこと言ってんやと。なんで俺があいつの女とそんな関係にならなあかんねんと。何勝手なこと言うてんねんと。まあそういうふうにね、まっちゃんが怒ったわけなんですよ。そしたら、いや、そんなこと言ってないんですよと。ただ、まるまるさん、その道具抱いてきた人間ね、まるまるさんの彼女が、まっちゃんのことかっこいいかっこいいと、あの人男前やと、ずっと言うてたと。それを言っただけですよと。そしたら、二人はできてると。そういう関係になってると、怒り出して、今から道具抱いて、白黒はっきりつけたろっちゅうで、言ったらしいんですよ。それで、そのゲーム屋が、違う人間に喋ってね、そのことを。そのゲーム屋が喋った人間が、兄弟部に言ってるわけなんですよ。今、高校でスナックに行ってると、道具抱いて。だから止めに行った方がいいんじゃないですかっていうことで止めに来てるんですよ。それでね、次の日、まっちゃんがね、その道具台で来た人間、その人間にね、電話かけて、お前言うてることむちゃくちゃやないかいと。ゲームやそんなこと、一言も言うてないやろと。ここまで舐められて黙っとけるかいこらと。それとその兄弟分の人にも電話かけて、ゲームやそんなこと言うてないやないかいと。それと300万、ゲーム屋が出してるらしいやないかいと。お前俺にカッコつけるって言うだろうと。山県組の人間に道具向けといて、道具向けてないんですよ。そこでもう道具向けたことにまっちゃんが話を変えてるわけなんですよ。道具向けといて、これで終わりや思っとったらあかんとこらかすってなってね。それで話が大きくなったんですよ。そしたらその兄弟分の人がね、もうわかりましたと。全部自分がケツ拭きますって言ってね、もう300万まっちゃんにパンと渡したんですよ。一応ね、その後から出た300万で話は終わったんですよ。綺麗に話ついたんですよ。でもね、まっちゃんがお金を20ドリしたと。300万で話ついて受け取ったのに、また後から山県組の大門を使って300万引き上げたと。そういう噂が出てしまったんですよ。それ聞いてね、仇の人が何人かね、まっちゃんから離れていったんですよ。それからね、何回かそのまっちゃんの命狙いに来た人間ね、その人間と顔を合わすこともあったんですよ。まっちゃんね、飲み屋とか、まあ知り合いのゲーム屋とか、そんなとこで顔を合わせたんですけど、もちろん一言もお互い喋らなかったんですよ。でもそのね、兄弟分の人、後から300万出した人ね、その人は、まあ知り合い返してね、自分らと付き合いができてね、一緒にしのぎしたりとか、いろいろしてたんですよ。その人当時ね、金儲けもしっかりして、若い人もそこそこいてたしね、しっかりしてたんですよ。その兄弟分の人ね、後から300万出した人。その人はしっかりしてたんですけど、その、まっちゃんの命取ろうかと、狙いに来た人間ね。その人間は、しばらくしてね、処分されたんですよ。でもね、事業で成功してるんですよ。仇になってから。それでもう、何十年で出会ってなかったんですけど、今日ね、お祝いに行った病院で、顔を合わせたんですよ。自分らがね、病院に着いたら、病院の前にね、レクサスのワンボックス、アルファードみたいな形したワンボックスね、それが止まってたんですよ。それで、パッて自分が運転席見たんですよ。そしたら、わっていうような顔をしたわけなんですよ。それで、よく見たらね、どっかで見たことあるなと思ったんですよ。そしたら、ペコってしてきてくれたんですよ。よく見たらね、その300万出した人間、兄弟分なんですよ。兄弟分もね、肩気になって、その人のとこで働いてるわけなんですよ。運転手してるわけなんですよ。兄弟分の運転手するって、まあ、なかなかね、厳しいと思うんですよ。気持ち的に。でもまあ、生きるためには、お金も必要だから、まあ、それもありなのかなと、まあ、思いましたけど、でもなかなかね、きついなと思います。はい。それでちょっと世間話してね、まっちゃんと二人で中に入っていったんですよ。そしたら、いてるんですよ。その人間が、まっちゃんの命を取りに来た人間がいてるわけなんですよ。でもね、ボルサリーノのハットかぶって、エルメスのジャケット着て、エルメスのバーキンのカバン持って、
時計はパテックですよ。完全な成功者なんですよ。それ見てね、まっちゃんが負けてられへんと、俺も負けてられへんと、あんなカスに負けてられへんって言ってね、ずーっとブツ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 言ってました。はい。それでお互いね、喋ることもなく、トラブルもなく、そのまま自分らはお祝い渡して、子供の顔ちょっと見せてもらって、それで引き上げて帰ってきたんですけどね。はい。まあでもね、大成功してるっていうのは聞いて知ってたんですよ。兄弟分を運転手にできるね、その神経、やっぱりそういう人間がお金儲けてできるのかなと、血も涙もないような人間がお金儲けできるんだろうなと思いました。はい。今日はちょっといつもと違う感じのプライベートの話をしてみました。ということで、今日はまっちゃん VS300 万円の話をしてみました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。